38分にパスワード111111で部屋建てるんで、皆さんは青にしていただき、俺が赤でいきます。さあどうなるか、いくよ。321、はい、111111。さあどうだ、俺赤ね、みんな青。さあどうなる、ちょっと早かったかな、30分。俺赤です。皆さんちゃんと青にするのを忘れずに。さあ98に実現するか、さすがにきついか。どうだ、90人ぐらいに止まる。もう1111かぶるからもうちょい少ない、80人ぐらいになるか。それともさあどうなるんだこれは。ワクワク、怖いことするな。さあありえないほど超究極タゲゲが待ってるかもしれない、もしかしたら。さすがに98はでもきついと思うよ。忘れ人、そう忘れ人もいると思うしね。おおうわー、やべえ、全員だ、なんだこれは。うおー、あでもそうでもなかった、そっか、カウンターで上限があるのが遅れるのに。うわ98人対このうわわわわわ、もうシューティングゲームみたいな。やばい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 、気持ち悪い、このなんだこれ、キモすぎるこれ。この実現してしまった、なんということだ。ちょっとやばい、これやばい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 、ちょっと待って、これ連組まないとちょっと追いつかないよ、火力が。連組んでとりあえず総裁しつつ積み込みつつ、おい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 、ちょ、火力のそのゲージが見れません、火力のゲージが何も見えません。おいおい、黄色かぶってるから、行くぞ反撃、行くぞ、ほらほら、え反撃間に合う、これ待って間に合う、これおいおい、よし間に合った間に合った、一瞬間に合った、13になったから間に合う、オッケーオッケー、おい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 。えこれ待って間に合う、これちょっと待って、一旦操作しつつ積み込んでいけばなんとか間に合うか、これほいほい、そう最大火力操作しても最大火力来るんだけど、おいほいほいほいおい、別部屋もやばい、マジで。おら、おら、ちょ、待て、火力が遅れねえな、これ、意外と。おい、おら、神がくっそ楽しそうになるより、銀なりさん250スパチャ、ありがとうございます。いや、これは面白いでしょ。ちょっと待って、とりあえず、総裁しながら積み込んで、連の最後の方でやんないと火力は遅れないから、まずこんな感じで、やっといて、からのこれでいこう。うわ、これ、すげえな、ほんとに。うい。ういで、とりあえず最後の方で連で送っとかないと。おら、OK、13になると遅れるな、とりあえず。13遅れる。カウンター固定でいい。うい、14で遅れる。うい、うい、うい。で、もう一回ちょっと総裁しつつ、これね、積み込んでいかないと。いや、でも14ってこれ、決着つくこれ。ちょっと、14ラインってことは、12ライン来て14ライン総裁して火力送ってるってことだから、これさ、相手に1連しか行ってないんだよね。いやでも、あ、いや、マージン次第か。いや、マージン入ったらこれ、無理じゃね。てか、そもそも人数減るのか、これ。おい、マージン入ったら一応減る可能性はあるか、これ。おい、おい、おい、おい。1ライン送って一応相手に12ライン分の火力を送れるから、俺が置きミスしたら致命傷になるとは思うけど、置きミスしなければマージンで刺さる可能性もある。おい、おい、おい。おら、おら、おいおい、音がいかつすぎる。ちょっと待って、ちょっと総裁しつつ連積み込まなきゃダメだろ、これ。おい、おら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 。で、ちょっともうちょい総裁しといて、おっと、あ、でもスピードアップするのか。なるほど。人数があんまり減らなくても、時間でやっぱりスピードアップするのよ。で、あ、てかこれもう12以内か。待って、12以内、競り上がるの早くから、早いから、これ結構積み込むのきつくない？え、ちょっと待って、こっち、積み込めるこれ。ちょ、軽く分割しなきゃダメか。はい。あ、でもまあ、あ、どうだ ?1 ライン、1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 ライン。1ライン分割して積み込んで、下穴を利用するしかないか。オッケーオッケー。こうで、はい。で、これマージン次第だな、結局な。うい。あ、はい。オーケー、強いて遅れた。強いて遅れる。強いて遅れる。で、分割、勝手に分割されるな、これ。うい。
うい、いや、わかんない、いけるかも。マージン、いや、どう、いや、でも、マージン入ったら、俺どうなるんだ。TSA が強い、もしかして。TSA ある程度火力送れるぞ、でかいの、そこそこ。うい、ほら、うい、うい、うい、タイム合わせる、それ合わせる。で、これテトリス、まあまあ送れる、16連、OK。16連送ったが、またしてもすぐ来る。まあ、当たり前。うい、うい。お、刺さった、刺さった、刺さったぞ、ナイス。25% 獲得していく。今のね、テトリス、地味に。火力高かったからな。オッケー。で、やばい。結構でかいの来た。結構でかいの来たけど大丈夫。はい。はい、はい。はい。はい。動画化かし。これはもう動画化レベルだな、余裕だな。はい。ほら。ほら。はい。で、こっちの4列行こう。こっち側の4列連にして。はい、はい。で、間違えた。間違えたけど、まあまあまあ。はい。でもこれマージ入ったら俺負け確だよね、多分だけど。超究極多撃記念、草。やばい、ずれた。ずれたけど、まあ言うて。これ1ラインで。総裁できるから大丈夫。大丈夫。はい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 。これ、マージン入ったら、炭では。いや、どうなんだろう。結局火力分割されんのかな。いや、そしたら逆に勝てるか。マージン入って、俺がその想定してるのは、マージン入って高火力来たら終わりって思うんだけど、これだけ火力を送る人がいたら、火力が分割されるから一瞬で送れる、俺の方が有利ですか結局。なのかなって思った。はい、そう、これ、まあ、たまにこういうのでかいの、ちょっとでかいの来るけど、大体これ分割されるから、その1ラインでも送れば、12ラインまで行くマージンが入ったら有利になるのかな。これマージン入ったら、いや、そんなことない。1ライン送るだけで、あの12ライン飛んでることになるから、マージン入ったら、マージンは本当に意味がある。はい、はい。ちょい刺され始めた。ちょいちょい刺さって、はい。ほら、ほら。で、こう、こう、こう。そう、だから、マージン、まあ、まだまだマージン長いと思うけど。で、これちょっとでかいから、総裁しとこう。ういうい、ういうい、うい、20ラインさっき送ったね。うい、うい、やばすぎる。音がパン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 いってる。うい、うこんな激しい音は かつて聞いたことがあるだろうか。50パンいってるね。バッチリ、オッケーオッケー、ナイス、倒していく。オッケーオッケー。うい、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 1受けます。羽さんなれ、なんないか。おい、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 ほら。ちょっと待て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 。おい、おい。バッチも見づらいし、75%になってるわ。で、4ライン、ちょっとでかい。ちょっとでかいけど大丈夫。おい、おい、おい。人権取れたら、軽く一気に送れるからね。やっぱりこれ、さすがに一人がこれやっぱ有利なのか、どうなんだ、まだ分からない。どうなるか分からない。正直俺はこの対戦の勝敗の行方を全く分からない。ういうい、エフェクトで見にくすぎ。うい、なんとか徐々に減ってはいる。ういうい、ほらほら、オーケー、いいぞ、いい感じで減ってるぞ。ういうい、ほらほら、そう、火力がね、上がってるからね、バッチで。だから、人権だったらもうちょい一気に火力送れるようになる。今、17ラインだから、12総裁して17だから、これで、20送ったってことは8ライン分火力いってることになるから、人権で20連発できるような、火力。まあ、ティスピンダブルとかの方がいいかな、だから。そういう風になれば、そう、こんなテトリスとか。20送れてるから、これで8ライン分でしょ。そうなると、さすがにこれは、ほい、ほい、ほい。で、1ライン受けて、で、ここでテトリスででかいの送っておく。はい。はいはい。はいはい。はい。ほら。はい。ちょっと一回操作しといて、もう一回当てて、当てて。はいはい。人権なった！人権になってしまったぞ。これは20ライン地獄か。18だから6ライン分だな。おい。100番になったということは、これは、こっちガン有利では。ほい。ほら。おい。さすがにこの火力20地獄はきついはず。ういほら見えねえけど、まあ地形が把握できてるから大丈夫。おい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 、だいぶ減ってきたね。55でまだ半分いってねえのか。最大マージンそろそろいくぞ。てかもうマージン入ってる、まだ入ってないか。でかい火力だけ気をつけとこう。おいおい、おい、おい、
ほらほら楽しすぎるこれ。なんだこのタギゲーは。うい、ほら、うい、この爽快感半端ねえな。9分経過、もうすぐマージン。20と18ばっかだからやばいね。最低18になった。ここまであれタギゲーするとあれか、人権だと一ライン消しでも18ライン遅れるのか。おいおいおい、地獄です。やばすぎる。おい、これ俺がまあミスると割と致命傷になる可能性も あるかもしれないから、そこだけは気をつけとこう。おいおい、ほらほら、はいはいはい、やべえ面白いこれ。はい、見えますよ、ちゃんと地球は見える。はいはい、ほらはいはいはい、4はでかい、たまに4来るな。だが掘っていけば大丈夫だ。おっと、ミクロネシア4563、600デスパちゃんありがとうございます。ほい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 、ほらでどんどん刺さっていく。ほい、さあだいぶ少なくなってきた。さあそれはちょっとでかい、でかいが大丈夫。ほい、ほら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 、常に一ライン消しできる体勢を整えておかなきゃダメだ。ほいほい、こういう若干その隙があるのを何回も繰り返してると刺さる危険性があると。うい、さあ今ちょっと火力緩んだぞ少し。うい、うい、うい、マジ入った。うい、そうこういうのはちょっとこういう地形微妙ね正直。うい、うい、あそっか、最高、最高キル、最高キル、これもしかして、えまさかの前代未聞 98？ うい、まあこれはでもちょっとまあ横すぎるあれではあるけど。おい、ほらほら、おい、まあまあ記録更新した当たり前ではあるけどね、最高記録。さあここで火力がいなくなった、よし。でしかしマージン入っ、あでもいなくなると逆に火力が分割しづらくなると、分割というか分けられなくなるから、どうだこれ間に合うか、俺ギリギリ積み込みとの兼ね合いで間に合うか。あでもちょっとディレイ時間があるから間に合うか、これなんとか積み込みが一生これ間に合わずに、この1ライン消し来たらきついなと思ってるけど、さすがにさすがにこれは、はい残り少ないから残り4人、いやこれはこれは、いやもうこれは連中国で俺バッチ 100% で下げ毛で負ける要素がない気がしてきた。あとはまあ耐えられない限りは、うい、耐えというかまあそうだ、火力を遅く送っていこう。バッチゼロだから逆に超耐えてくると思うから、ね、言うて勝ち見えてるのかさ、これは勝ち濃厚になってきた、もしかしてどうだ。うい、オーケー、サーティングとりあえず取る、超ディレイかけよう。で相手もオーケー、ナイス。うい、うい、ただマージン入ると1ライン消しでやばい火力になるから、1ライン消しじゃない、あの2ライン消しでね、こっちは1ライン消しで火力送ってるけど、さあこれ伝説かもしかしたら。ほい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 、ディフェンスが3人いるマジで。ほいほら、ちょっと待って、こういうちょっと一瞬でも付け合いある地形にしたらワンチャン展開取り直してくれ、まあ、ゼロパで展開取り直すのこれ超辛いと思うけどね、タゲゲもしてないし。 OK 倒してくださ、最後の1人。さあこれはどうなるか、500円スパチャですね、ありがとうございます。ミヤヤさん、ミヤヤさん500円スパチャありがとうございます。伝説かこれは、油断せずに行こう。ういい、さあこれ最後に残ってるの誰なんだ。ういうい、これも積みでディレイかけた方がいい説も出てきたな少し。おい、伝説って伝説も何もねえかこれ。おい、
おい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 、いやでもここまで集まるのは伝説だと思う。これドルミくんなのか。なるほど。おい、これもう積みでもディレイかけた方がいい説あるな。おい、おい、貫通させた方がいいまであるよね。炭でも一覧一してやってディレイかける男。そうそう、置くとこ。はい、さあ去っていこう。OKOKOK。 さあ勝ちをもぎ取っていく。さあまさかの埼玉時期だが、前代未聞の1人対98人が実現して、なんと勝ちをもぎ取っていく。いやー